格闘技自体は一度あるんですけども、こんな間違えて K-1 というものを見させてもらったのは初めてだったので、本当にかっこよかったです。かっこよかったです。なんかやっぱりその女性という面であまりやっぱ同性なので、なんかすごいどんな感じなんだろうっていう感じですごい未知だったんですけれども、本当にもうそういうのを超えてめちゃくちゃかっこよかったです。まあ、なかなかその同い年の方でこう活躍されている方とこうお会いするのとかなかなかないので、今回本当にパワーをもらえたというか、すごい本当にもうただただかっこよかったっていうのがまず第一です。やっぱリングに上がらせていただくということで、すごいちょっと少しでも花が出るような形で、すごいちょっとキラキラの星みたいなものを入れさせていただいて、ちょっとゴージャスにまとめさせていただきました。こういう服装に似合うのが羨ましいですね。私のスカートドレスとか全くもう肩幅がちょっとでかすぎて、やっぱこういうなんかザ女子みたいな格好はやっぱ憧れるんですけど、いざ自分が来たらちょっとぼってすぎるのでちょっとあかんなみたいな。めちゃくちゃ華やかな女性たちがこうやっていたりとかして、すごい素敵なお仕事をいただけたなというまず印象だったのと一緒だったんですけれども、もう本当にもう今回初めて聞かさせていただいた時もその想像通りすごく華やかで楽しいお仕事でした。すごいこんな経験できないと思うので、すごいありがたいなと思います。ラウンドガールってとりあえずいっぱい調べて、過去 の, そのラウンドガールの皆さんとかはすごくたくさん見させていただいたりとかして、腕どうやって上げるんだろうとかは事前にちょっと見させていただきました。結構上に高く上げるんだなみたいな印象です。